皆様お開きになりましたでしょうか。旧約聖書1039ページイザヤ書第65章17節から18節です。それでは司会者が代表して朗読いたします。見よ、私は新しい天と新しい地とを創造する。先のことは覚えられることなく、心に思い起こすことはない。しかしあなた方は私の創造するものにより常しえに楽しみ喜びを得よ。見よ、私はエルサレムを作って喜びとし、その民を楽しみとする。それでは祈りつつ待ち望みましょう。皆さんこんばんは。日本での最後のメッセージを今日取り次ぎさせていきます。金曜日からピッツバーグの方に、米沢工場協会100周年記念行事としましてのピッツバーグでの盛会が行われます。向こうすぐ着いて、土曜日曜と2日間にわたって行われ、また向こうにいる教会の方々との交わりを通し、またご家族の方がお越しくださったり、ご友人の方をお連れくださって、この時を通して救いにと祈り備えて、向こうに皆さんに祈っていただいて、また皆さんを代表しながらこの米沢の風を運んでいきたいと、そういうふうに思っているわけです。向こうに着いたらピッツバーグでアメリカで最初のメッセージをします。で、帰る時に最後のメッセージをします。また日本に帰ってきて最初のメッセージです。まあ、どこまで行っても最初が最後か分かんなくなるんですけどね、まあ、それを続けていこうかなと、まあ、いつも最初で最後と、そんな思いを持って御言葉が開かれていくわけでございますが、皆さんもご存知の東京ディズニーランド、6月6日に新エリアがオープンしました。グランドオープンしました。ディズニーランドの生みの親はウォルト・ディズニーという、皆さんもご存知かと思うんですけども、世界の人々に夢と感動を提供しているわけではなくて、提供し続けているわけです。ウォルト・ディズニーが一貫して大切にしてきたことは一体何かということですけれども、人々が喜び、そして家族が楽しみ、人々が来た人がまた来たいと思わせる喜びと楽しみに満ち溢れている、それを若い世代の人々に伝えること、その精神を受け継いで生まれたのが東京ディズニーランドだというわけです。この場所は人々の想像力を育み、人間性を豊かに培っていく、そのことを願って作られたと言われております。まさに神様がウォルト・ディズニーを通して創造の御業を表した場所でもあるというわけです。私たちが教会にこう集わせていただいておりますが、教会もまさに神様が創造の御業を持って日本各地に、そして世界各地に教会が立ち上げられていくというわけです。まさに神のなさる御業そのものです。そこに私たちが集うことによって、私たちのうちに限りない創造力が神様を通してこう与えられていく、無尽蔵の創造力が与えられていく、それは何によるのかということを今日は皆さんとご一緒したいと思います。それは祈りによるんだということです。今日このイザヤを通してご一緒に御言葉を開いてまいりましょう。一言お祈りします。恵み深い天の父なる神様、暑い一日でありました。一人一人が一日のそれぞれの歩みを終えて、主の名によってこの街道へと呼び集めてくださいました。お一人お一人のうちに変わることのない神の御言葉を通し、また主を心から賛美を捧げる賛美を持って、私たちの心は魂はすでにあなたの満たしをいただいております。お一人お一人に今日でなければならない御言葉を通して、神様が勇気と希望と力を与えてくださることを信じます。どうぞ語るものを清め、聖なる主の御言葉が語られますことを信じます。初めから終わりまで主を伴ってください。あなたのご臨在の中で満ち溢れた祈祷会となることを信じて感謝します。すべてを最善にしてくださる主が共におられることを信じ、主イエスキリストの御名によって主の御前にお祈りを捧げいたします。アーメン。このイザヤの65章ですけども、
イスラエルの民に対して神様は愛を持って手を差し伸べて受け入れてくださったにもかかわらず、どうなったかと言いますと、全く聞こうとしなかった、聞く耳を持っていなかったということです。いや、かえって聞く耳を持っていないばかりでなくて、反抗的態度だったということです。まあ、この姿を思うときにですね、私も中学高校とですね、反抗的な態度、聞く耳を一切持たない、ね、耳はあるんですけどね、その耳の穴が開いてなかった、ね、持ってなかったんじゃないか、ね、かえって反抗的、言われれば言われるほど反抗的な態度になる。それは何に対して反抗してたのかというと、私の場合ですよ、規則ルール、そういうことに対してこう反抗するわけです。決められたルールを守んなきゃいけない、ね、それに対する非常にこう抵抗感を感じる。何でしょうね、それはね、やっぱりこうあらねばならないとか、ねばならないっていうふうに言われれば言われるほど、まあ、人はこう自由でありたいって欲求がありますよね。自由の欲求ってありますから、束縛されることに対する抵抗、いや、もっと言えば支配に対する抵抗っていうことかもしれませんでしたね。このイスラエルの民もですね、まさに全くこう聞こうとしない、かえって反抗する、そして神の名を汚すような行動をやめなかったわけですね。それを繰り返していくわけです。このイザヤ書の中でイザヤが繰り返し繰り返し忍耐深く神のために忍耐の限りを尽くして語るんです。 何を語るかというと、恵みに満ち溢れた愛の神様に立ち返るように、自分勝手な行動ばっかりしないで神様に立ち返って、本来神様がお作りくださったその元へとね、立ち返るように呼びかけるんですね。何度も悔い改めをこうね、呼びかけていくんですが、全く悔い改める素振りはない、かえってひどくなる一方だったわけです。彼らは自分自身の道をこう突き進んでいくような、そして全く神様の声を聞こうとしない、もともとイスラエルの民が神の民であったはずにもかかわらずですね、救われる望みが全くこう耐えてしまう、もう救われることはないんじゃないか、いや、救われないんじゃないかというふうな状況までなっていかれたわけです。しかし神様はその中にあっても救われるものを残すわけです。救われないと思われ絶望的な民の中にあっても、必ず救われる民がいるということを、確信を神様は持っているわけです。神の民、イスラエルと言われた民の中にも真の神の民が生まれてくる。まさに神様の創造の御業というのは、私たちの思いをはるかに超えた想定外という言葉がありますけれども、想定外の想定外、それがこう起きてくるのが、まさに神の御業の現れるということなわけです。今日はここからですね、見ていきたいと思うんですけども、この聖書の中に、このイザヤ書の17章65章の17節、最初に見よって書いてあります。見よって書いてあります。見ることから始まるっていうのが最初です。見ることから始まる。見よ、私は新しい天と地とを創造されたって書いてあります。これに似たフレーズがありますね。創世記の1章の1節、はじめに神は天と地とを創造されたってあります。神様という方は無から有を呼び起こす神様だ。その神様が作ってくださったすべてのものを私たちは見ている、ね、それは神様が作られたんだっていうのは頭でわかるでしょうけども、自然界を通し、またさまざまな出来事や状況を通し、なぜこのような状況に、なぜこのような人が、さまざまありますね。しかしそれは神様の許しの中でなされたことであるということをこう思うときに、創世記を見るとこう書いてありますね。地は形なく虚しくって、そういう状況でした。まさに私たちの心も表している状況ではないでしょうか。形があるようでない、あるとすれば虚しさだけがあるような状況ですよ。その状況の中にあって、天は闇が淵の表にあり、
神の霊が水の表を覆っていたって書いてありますね。その状況の中で神様が発した言葉は光をあれって言葉でしたね。人は何を見たか、闇も見たでしょう。しかし光も見た。何を見るかはその人自身の選択によりますよ、ね、同じ状況でも光の方に、ね、目を向けていく。その向け方をしていくことによって何が起きるかっていうと、神様はこう約束しています。イザヤ書の43章の19節、一箇所開きましょう。1004ページになります。イザヤ書の43章の19節です。旧約聖書の1004ページです。お読みしますね。イザヤ書の第43章の19節。見よ、私は新しいことをなす。やがてそれは起こる。あなた方はそれを知らないのか。私は荒野に道を設け、砂漠に川を流れさせるとあります。神様がなすことを私たちは初めから終わりまで見届けることはできないって伝道の書にも書いてありますね。しかし、見よ、私は新しいことをなすって書いてあります。お一人お一人にとって新しいことをなしてくださる神、その神は荒野に道を設け、砂漠に川を流れさせてくださる。つまり道なきところに道を備えてくださって、乾ききったところに潤いを与えてくださるということです。まさにこれは私たちの人生を物語るわけです。道なきところ、自分で一生懸命道を切り開いて、もちろんそこを歩んでいくことも悪くはないでしょう。しかし神様が備えられた道があるということです。全く見えない、先が見えない、これからどうなるんだろうか、その状況の中にあって聖書はこう書いてあります。私が道、命であり、真理である、イエス様は言いました。また道なき道の時に何が示されるか、御言葉は我が道の光であるとあります。私たちを照らしていく、全く見えない時に照らしていくのが御言葉が与えられていくということです。見ることです。何を？神様がなす、いやなしてくださってる新しい御業を見る。今日朝の集いがありました。米沢に3年ほど滞在した鶴巻ゆう子さんが三島の方に帰るんじゃなくて使わされていくですね。ここから全世界に出ていって、全て作られたものに福音を述べ伝えようって、今年の聖句ですから私たちの教会に与えられた。まさにここから使わされて、ね、こう言いましたもんね。私を待ってる方たちがいっぱいいるんだ、ね、っていうことは、福音を待ってる方たちが三島にいらっしゃるんだっていうんですね。その方に伝えていかなきゃいけない、ね、80をもう優に超えてですね、ジムに通ってるんですよ。すごいですね。まあジムに通ったりですね、いろんなこう会にね、手芸の会とか、もういろんな会にこう、ね、出ておられて、ね、堀さんのところの家庭集会にもね、お休みなく集ったり、さまざまなところにこう、ね、出向きながら、ね、そして死ぬまで自分の足で歩かなきゃ、ね、健康管理のためにね、とにかくよく歩く、ね、よく街の中で見かけますよ、ね、で週に1回か2回は娘さんが八幡原の方にいらっしゃってですね、そこにね、掃除に行くんだ、ね、今日朝からバスに乗り換えていくんだ、ね、あそこのバス停にいたりね、よくいろんなところで見かけるんですけどね、まあ、その鶴巻さんが若い頃職場で賛美歌を歌っている、ね、方がおられた。それを聞いて、いいもんだな、なんか心が安らかになるなって感じて、教会行くきっかけになったって話してくださいました。そして教会に行って、一人一人が神様を心から賛美しながら、
そしてそこでは皆さんが話す話は、神様がいかに素晴らしいお方であるのか、神様によってこんなに恵まれたんだ、恵みをみんなが語ってねおられたって言うんですよ。そのことを聞いて、聞くばかりでなくて私の人生にもその恵みを神様与えてくださっておられる方なら、それをね見せてくださいというふうに思ったそうですね。そしてまあそういうねお大変な状況の中にあっても、ね、神様は素晴らしい御業を見せてくださったのは、お子さんたち教会学校に連れてねだそうです。そのお子さんたちがね次々とね洗礼をね受けなさいっていうふうに言ったわけじゃないんですけども、次々と洗礼を受けたいっていうふうになって、ね、全員一族含めると30数名、ね、洗礼を受けられたというんですね。まさに一人の人の救いがまさにそのようにこう実を結ぶ、良き地にまかれたその種は30倍60倍そして100倍の実を結ぶとあります。この100倍っていう意味ですけどね、もうとてつもない祝福をしてくださるってことなんですよ、ね、そのためには良い地、私たちの心を主は耕してくださって良い地に、 最初は荒れ地かもしれませんよね。何が出てくるかわからない。しかしその神様は私たちを取り扱ってくださって、ね、荒れ放題荒れているところを豊かに実を結ぶように整えてくださる。私たちの心がどうしてもね、いろんなことを通してイスラエルの民のように心が固くなになってしまって、何度イザヤが神様はあなたを愛してますよ、あなたは素晴らしいお方です、素晴らしいですよっていうふうに神様の愛を語ったとしても、それを聞こうとしない、そして立ち返ろうとしない、かえって反抗する、反抗するばかりじゃなくて神の名を汚すような、そういう存在であったとしても、神様は愛を持って私たちを導いてくださり、私たちを受け入れてくださる。その神様のことを私たちは知り悟る、まさに神様がする素晴らしいその御業を私たちは見せてくださっているわけです。ですからそれを見よっていうふうに神様は私たちに語ります。新創造はすでに始まっている。それはどういうことでしょう。まさに私たち一人一人イエス・キリストを通して全ての罪が許される。イエス・キリストが十字架にかかったのは、私たちが新創造されるためだということですよ。新たに生まれ変わるために十字架にかかってくださったということです。ですから私たちが自分で自分を変える必要はないんですよ。イエス様はすでに私たち一人一人のために変えられない自分を受け入れてくださる、その十字架の上で全てそれを引き受けてくださった。神様は一人一人に目的を持って作ってくださった。その目的は何、私たちが自分自身で自分を変えていく人生ではなくて、神様が作られたまんまでこの自分を生きることだということです。この自分がいいんだ、この自分が素晴らしいんだということを認識をするんじゃないですよ。確信を持って生きるということです。確信を持つとね、比べる必要がなくなるんですよ。だっていいんですからこれでね、というふうに思ってないと、もっといいのがあるんじゃないの、もっと素晴らしいのがあるんじゃないのっていうふうに周りほとりを見たくなるんですね。で、素晴らしい存在を見るとどうなるかというと、自分が素晴らしくない、ね、落ち込む、ね、で落ち込んだらどうするか、ね、自分よりちょっと違う方を見ると少しこう浮上してくる、優越感になる。その行ったり来たりを繰り返す人生をね続けていっては疲れ果てますよね。エネルギーがなくなる。まさに私たちが作られた目的は真逆な方向に行ってしまうということです。私たち一人一人神の作品として作られた自分を見るということですね。そして
新しい天と地を創造されたということです。見えるものは消えてなくなります。しかし神様が創造した新しい天と地は決して滅びることがない、希望を持って生きることができるということです。使徒行伝の中にイエス・キリストを信じる人たち、そのことをクリスチャンと呼ばれたのはアンテオクに来てからそう呼ばれるようになりました。それまではこの道のものというふうな表現を使ってたんですね。イエス様ご自身は、私は道であり真理であり命である、そう言いました。クリスチャンと呼ばれるようになったのは、いつもイエス・キリストのことを口にしていたからです。いつでもどこでも何でもかんでもイエス・キリスト、もうイエス・キリスト気違い、イエス・キリストバカ、イエス・キリストを信じる者につけられたあだ名がクリスチャンですよ。あの人もイエス・キリストのことしか言わない、口を開くとイエス・キリスト、イエス・キリスト、イエス様、そのことしかもう出てこないほどに言っている方々がクリスチャンだと言われてたわけですね。彼らはキリストを信じてからは誰の目から見ても明らかにキリスト者として分かったというわけです。私たち一人一人もですね、イエス様を信じた、ね、時からクリスチャンとして他の人にね、何か違う、何かっていうのは言葉に表現できないけども、何か他の人とは違うんだなっていうことを周りの人は感じていますよ、ね、あなたが感じている以上に周りの人の方が感じているってことです、ね。まあ、自分を自分とならしめているものは何なのか、自分が自分で自分のことを維持する自分性から神様によって成り立たせていただいている人生へと変えられてくると、自分が立ってるんじゃない、まさにもはや生きているのは私ではなく、キリストが我が内に生きているという人生です。いつでもどこでもイエス様のことを考えて、皆さんいますか？いる時もあるしな、いない時もあるし、いや考えられない時もあるな、いや、いなくなってもらった方がいいな、なんて思う時もあるな、いろいろありますよね。口を開いたらイエス様、寝ても覚めてもイエス様、イエス様を愛しイエス様に喜んでいただく、その道を私たちは果たして歩んでいるんでしょうかね。まあ立派だからね、クリスチャンになれたっていう人は一人もいないと思います。まあどうしようもないなっていう、どうしようもない自分を結構いろんな場面で見ませんか？しょうがないなこれ。ね、嫌なやつだな。私なんかよく思いました。嫌なやつだなって。自分のことをね。昔はもっと嫌なやつでしたよ。今も嫌なやつなところがありますよ。人によってはね、自分で思うところがありますから、きっとその、ね、相手もそう感じるところがあるでしょうね、昔は本当、昔のことを振り返ると本当に嫌なやつだけど、付き合ってくれる人たちがいっぱいいたからね、いいやつだったのかななんて思ったりもするんですけどね、何を言いたいかっていうと、神様の一方的な恵みによって私たちはクリスチャンとして導かれたということです。神様の一方的な恵み、そしてその恵みによって選ばれたものであるということです。神様は素晴らしいお方です。立派じゃなかったから救ってもらったということですよ。あえてそういう人たちを救いたいっていうのは神様の願い。もちろん立派な人もね、救いますよ。しかしそうでない方々のためにイエス様が来た目的が言いましたよね。私が来たのは失われたものを尋ね出して見出すために来たって、そう言ってますね。自分でも自分のことを失ってしまった、ね、絶望してしまった、全くもう自信がなくなってしまった、そういう方のために来たんですよと言ってます。あの大河ドラマで黒田官兵衛ってありましたね。黒田官兵衛を導いたのは高山右近という、ね、殿様でした、大名でした。何故導かれたかというと、さまざまな試練や困難な状況の中にあって、あなたの前にも門が開かれている、
閉ざされていると思っていた、しかしそこが開かれているっていう言葉をきっかけとしてクリスチャンへと導かれていったというわけです。まさに私たちの人生も行き詰まって、門が閉ざされて、もうどうにもならない、そういう状況の中にあっても、天の一角は開かれている、いや見えてないだけであってすでに開かれている、そういう世界がまさに信仰の世界です。見ずして信じる者は幸いであるとあります。神様は私たち一人一人のうちに道を開いてくださる。その道は新しい天と地という、その道を創造してくださっているということです。コリント人への第2の手紙の5章の17節に、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである、見よ、すべてが新しくなったのである、すべてのものが新しくなる。まさに神の御業というのは、私たち自身が新しくなるということはどういうことか、いつも新鮮でいられるということなんです。鮮度がいいということです。東北でナンバーワンの会計事務所の代表をねされておりますこの教会にも何度もね来てくださっておられますけど、大変お世話になっている先生ですが、その先生からね教えてもらったお話があるんですよ。それはこういうお話です。いろんな経営者の方とお会いしてね、お話をしたりご指導をされたりするお立場でいらっしゃるんですが、こう聞くんですね、私に。書店は何を売ってるところだと思うかって聞かれました。本屋さんですよ。本屋さんは何を売ってるところですかって聞かれました、ね。まあ、当たり前に答えましたからね、やっぱり本を売ってるんじゃないですか、まあ、もちろんそうですと。それとか、まあ、そうですね、楽しみかな、ね、いろんな雑誌があるから、その、ね、雑誌を見るとか、まあね、漫画が好きな方は漫画がある。私は立ち読みぐらいしかしませんからね、立ち読みをする楽しみみたいな、そういう楽しみがそこで買えるのかな、ね。まあ、買ってはいないですよね、お金払ってませんから。ただ読みっていうことですか、ね。まあ、そういう話をこうしましたところね、こういうんですね、目に見えるものが全ての人の答えですと。まあ、商品として本という商品が目に見えます、ね。しかし、まあ楽しみと少し、ね、近づいてるっていうふうなお褒めの言葉をいただいたんですけどもね、目に見えるものはいずれ見えない、なくなると。目に見えているものを見てる人は見えないんだと、目に見えてないものを見てる人は見えるんだ、まあそういうことを言うんですね。もう牧師先生とね、なった方がよろしいんじゃないですか、私は勧めたんですけどね。目に見えないものを見ている人は何を見たかっていうと、先生がこう言いました。何を売ってると思うかねって言うんですね。いろんな経営者の方に聞いてもなかなか出てこなかったけども、一人だけね、その答えを言った人がいる。本屋さんは何を、書店は何を売ってるか。一言。鮮度を売ってるって言うんですよ。鮮度を売ってる。鮮度というのは、新鮮ってことですよね。生きがいい。ね。魚屋さんとか、八百屋さんなら分かりますよね。やっぱり野菜がこう生き生きとしてね、シャキッとしたのを売ってるとかね、魚もね、取れたての市場からね、魚を持ってきて並べる。本屋さんもその旬のものといったでしょうかね、その状況状況にふさわしいものを仕入れて、それを皆さんにこう提供していく情報産業でもあるわけですよね。ですから次々と本屋さんもこうね、入れ替わりますね、雑誌が、ね。いつも新しいものがそこにこう提供されていく。何を買いに来るかっていうと、鮮度を買いに来るっていうんですよね。で、第1回雑誌って読むと、もう大体それで2回見るっていうのはあんまりなかったりする。ね、その場限りのものを、それをこう提供し続けるんだっていうわけです。じゃあ私たちの鮮度はどうしたらいいか。私たちの鮮度を保つためには、祈りです。クリスチャンの鮮度は祈りによる。まさに保ち続けるためには、祈りというのはつながりです。神様とのしっかりとしたつながりを持ち続けていくと、いつも生き生きとして存在していられるということです。神様と絶えず祈りを
していくことを通して私たちのうちに新たな力がみなぎってくる、新たな創造力、クリエイティブな創造力が無尽蔵に神様から与えられていくので、まさに神様は無から有を呼び起こす神だ、先ほど申し上げました。まさに神様との命の交流がなされていくときに何が生まれるんですか。一箇所聖書を開きましょう。新約聖書の166ページ、ヨハネによる福音書の15章の5節です。新約聖書の166ページになります。ヨハネによる福音書第15章の5節。ここにこう書いてあります。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。こう書いてあります。どこにつながるかってことです。主につながり、主に触れ続けていく。そうすると生き生きとするばかりでなくて、豊かに実を結ぶってことです。まさにその身を通して神の御業が現れ、それをこう見ていく、まさにそれは信仰の喜びであり、祝福であり、恵みであるということです。一人のご婦人の方がですね、ご主人を亡くされましてね、非常に悲しみの中にありました。そしてその悲しみからなかなか抜け出せない、そういう状況でどうなっていたかというと、神様を信じていながら信じていない、信じられない、不信仰な状況になって、その不信仰な自分をこう責める、そういう、こう自分自身が自己嫌悪にこう陥っている状況にありました。自分を喪失してしまった、愛するねご家族を喪失する、しかし家族を喪失したんじゃなくて、自分自身を喪失してしまっている状態でした。その自分をこう罪悪感を持ってしまって、その罪悪感から抜け出すことができない、その状況の中にあったわけです。その時に教会に来て、その方は息子さんをね、亡くされた方がいらっしゃいました。その方とお話しする機会があったって言うんです。いや、同じように愛する家族を亡くしたっていうことの共通するだけでも、ものすごい共感性があるって言うんですよ。何とも言えない安心感が得たって言うんですね。そこで通じ合える、分かり合える、共感し合える、辛さを理解し合える、その中にあって自分自身が見えてきたって言うんですね。話している時にそれは何が見えてきたかっていうと、本来の自分を、自分が生きてない自分であった。つまり自分の、先ほど申し上げました嫌いな自分、嫌な自分、そういう自分自身が、自分でも自分を見たくない自分であった。一生懸命自分を好きになろうと思っていたけども、好きになれない、好きになれないまんまでいいんだ、嫌いな自分で自分でいいんだっていうふうに、その方と話してたらそう思えるように変えられたって言うんですよ。なぜ、その方はただ何かしたわけではない、ただそのおつらい状況の中にあることを、話をただね、耳を傾け、心を傾け、そして喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に悲しむ、そんな思いを持って共に時を過ごしてくださったって、そんなことを打ち明けてくださいました。神様はいないんじゃない、今この状況のこの私と共にいてくださる主なんだということを、その方はそこでもう一回取り戻していった。もう一回神様とのつながりを、そこからその方と祈りを持って始めたっていうんです。そのことを通して復活の命をまたその方が味わっていくんですね。
私の人生を復活に導いてくださった主が共におられる。私はどうすることも解決することはできない。そのことを主は解決に導いてくださったと、そういうんです。想像力を生み出す祈り、まさにそれは神様とのつながりを通して、主と交わりを通して行くときに新たな命が生み出されていく。それは創造の命であり、復活の命であり、私はよみがえりであり命である。たとえ死んでも生きる。そして生きていて私を信じる者は死ぬことはない。イエス様が言った言葉、まさにその人生を私たちが生き続けることができるということです。お祈りいたします。どうぞしばらくお一人お一人神様の御前に、あなたにとって新たな人生の始まりがイエス様を通してなされております。なされるばかりか、鮮度を失うことなく、いつも生き生きと喜びを持って感謝を持って主の栄光の輝きを放つ歩みが失われているように思った人生でしたが、もう一回それがイエス様とのつながりを通して取り戻し、復活の命を私たちのうちにあることに気づかされ、その人生をまた一歩踏み出すことができる恵みを神様は私たちに与えてくださっています。どうぞしばらく主に応答の祈りを捧げてまいりましょう。